皆さんこんにちは、ミカミックスです。ロマンシングサガ3リマスター版、主人公ミカエルでやっていきたいと思います。とりあえずなんか自由行動ができるようになったけど、ミカエルって最初何すりゃいいんだよくわかんねえけど、ちょっと城の中うろつきますか。ここの部屋とか、じいさんが一人。ロアヌはもっと発展せねばなりません。そうか、俺の力でもっと発展させていかなきゃいけないのか。あ、牢屋だ。敬礼。誰か捕まってんのかな。敬礼。誰もいない。てか牢屋ってこんな簡単に入れるんだ。この皿とかなんかある。なんもねえ。しかも踏みつけられるし。でミカエルはね、確か最初のなんか、あ、これこれなんか倉庫にあるのが結構充実してるような気がしたんだけど、引き出す武器、傷薬、高級傷薬、ブロードソード、白銀の剣、強い。引き出しとこう。ツバイハンダーどうしようかな。1個だけ引き出しとくか。てかこんないっぱい数いらないよね。ロングスピア9本とかさ、これ兵士の分を含まれてんのかな。アーメントゥームがあるじゃん、一応持っとこう。弓は長弓か。長弓はそこら辺であるからね。で騎士の盾もあるでしょ。大盾じゃ3つくらい。高級傷薬全部引き出しとこう。火星の砂、まあ、これもなんか引き出しとくか。序盤でしか使わなそうだしね。防具、騎士の鎧、こんくらい引き出しとこう。ソルジャースーツも1個。フェルフェイス1234。いや、これもいっぱい引き出しとこう。いらなければ売ればいいっしょ。あと道具、道具はなんもねえや。じゃあミカエルの装備を整える。エストックはだって片手用でしょ。ってことは騎士の盾を装備させよう。ロードアーマー強そうだよね。24、魔法防御18、革のブーツは変わらないから、フルフェイスとガントレット、一応なんかもう装備が充実したな。まあ、こういうのがあるんでね、装備面も充実できるし、多分お金にもそんなに困らないはず。でここ右側モニカの部屋だっけ。ちょっと覗いてみよう。モニカいるね。お兄様、たまにはお仕事をお休みになっていかがですか。自分の部屋でゆっくりされるとよろしいですわ。自分の部屋でゆっくりするの。自分の部屋ってどこ。ここかな。なんかぽい感じがする。影を呼ぶ。影はいるか。あ、あったね、これ。そういえば影武者を立てるんだ。少し出かけてくる。いつものように後を頼むぞ。は、これ声とかも同じなのかな。その似たような格好の人をさ連れてくれば、とりあえず外見はそっくりにできるけどさ、声まではなかなか難しいよね。おはようございます。おはようございます。ここはメイドさんの部屋か。じゃあ1階に降りて、モニカは仲間にできないよね。ここの部屋も覗いてみるか。あ、ユリアンがいる。ユリアンも仲間にできないでしょ。あ、仲間にできるできるんだ。塩、白銀の剣ゲットしたからな。まあ、最初はね、ちょっととりあえず仲間を連れていく。お前プリンセスガードとして命じてさ、自分の護衛に引き連れるとかどういうことだよ。モニカのことなんかもう関係ないっていう。おはようございます。こいつは同じことしか言わねえな。まあそりゃそうだよね。皇帝に対してさ、そんな気軽に話しかけないよね。まあ、敬礼とかそれしか話すことがないから、皇帝には。じゃあユリアン、うわ弱、長剣なんてね、そんなしょぼいもの装備しなくていいよ。白銀の剣、これを君にあげよう。盾もあげよう。革の鎧、なんかしょっぺいもの装備してんな。騎士の鎧だ。君はプリンセスガードなんだから。あ、なんとなく全身鎧装備させよっか。これどうやって外すの。外し方が分かんないんだけど。ちょっと待って、これマジどうやって外すの。外すとかなくね。ちょっと分かんねえ。あ、同じところにやれば外れんだ。ちょっと一回裸にして、でソルジャースーツ、なんとなくね。
他何も装備できないけど、プリンセスガードらしくちょっと全身鎧で、そんな感じの兵士じゃないからね、ユリア。もっと軽快な兵士っぽいけど。ミカエル様、え、なになに、ははは、よく間違われるんだ完全ミカエルだろ。いらっしゃいませ。ミルスから船が出てますよ。魔王殿、ピドナの町外れ。仲間が欲しいとき、別れたいときはこのパブに来るといいです。ダンスには西洋楼がある。まあ、最初はやっぱり魔王殿に向かうのが鉄板かな。さすがミカエル様、ゴドウィン男爵など相手になりませんでしたね。何回負けたことか。お前は知らないだろう、ゴドウィンの強さを。この GJ 気軽に言ってくれて何回やられたことか。ミカエル様とモニカ様、美男美女の兄弟で羨ましい。まあ、妹が可愛くってもね、手出せないからね、あんまり羨ましくはない。自分からすればね。船ってどこにあるんだっけ。ちょっと一回出よう。ロアン、あ、これこんな地図になってんだ。なんかこうフリーで動かせない、この羽を。ミルスで、一応パブに行きますか。大体は魔法ってくれて、銀融詩人はもういらねえから話さないでしょ。特別なことは何もないっす。この人なんか言ってくれるっけ。ピドナとツバイクへ向けて船が出ている。マツーはまあピドナですね。武器屋さん一応覗いてみる。ロアーヌの武器屋さん覗かなかったけど。三日月とお手をの、うわー、長弓ってこんなに高いんだ。580円もすんだ。ライトガード、まあ、傷薬系は持ってるからね。あんまり武器屋さんとかで武器を調達するっていう感じでもないけど、まあ、ウィルミントンとか行けばね、多分強いの打てたような気がする。ピドナ行きますか。船に揺られて、あれ、お金かかんなかったね。そういえばここはお金かかんないんだっけ。ピドナは金かかるでしょう。うん、そうだよね。まあ、ちょっとまだここで一仕事してから行きますか。じいさん、王宮の右手の館、クラウディウス家のものだったと言われてもな。どっから行けばいいんだっけ、もう忘れちゃったよ。神農教団のピドナ教長マクシムス、なぜか西洋遺物に興味を持っている。でこいつも話さない。あ、でここがトーマスの家か。なんだね君たちはって、皇帝だ、文句あるか。トーマスさんも知り合いかね。邪魔だジジイこいつマジで。のんびりしていってください。サラどうしよっか、いねえし。ここじゃねえや、ここだっけ。一応仲間にしてく。ミカエル様仲間にする。単純だな。でトーマスも話して、私は祖父に頼まれた用事を済ませないといけない。ミカエル様は私に構わず町を見て待ってください。まあそういうことであれば。で下の方にトーマスが行って、であとこっちか、工房。ミカエルってなんか玉座で作れた気がするけど、ここの工房も使えるかな。ノーラですね、ノーラ。またダメだ、ノーラさん今日は店じまいだよ。いい武器か防具はないか、あいにく。ずいぶん立派な作業場だな。職人が2人だけとは変だな。以前はこうじゃなかった。この工房の初代親方はアラケツの魔装と、魔装を西王様と共に鍛え直して西王の槍を作ったという名工でした。アビスゲートが西王様の力で全て閉じられた後、槍はこの工房に飾られ工房のシンボルになりました。世界中の職人がこの工房で腕を磨きました。この300年、ここは世界一の工房だったのです。ところがルートビッヒとクレメンス様の戦いの後の混乱の最中に西王の槍が盗まれてしまったのです。親方は旅を探して槍を探して旅に出ました。
1年後槍はピドナにあることを突き止めて戻ってきました。そして取り返しに出かけてきたんですが、3日後親方の死体が港で見つかりました。親方の死後職人たちは1人2人と工房を離れていきました。そして残っているのは僕と親方の一人娘のノーラさんだけになってしまった。ケン、私やっぱり旅に出るよ。親方の仇と槍を探しに行くんだ。ここのことは頼んだよ。一人じゃ無理だ。親方の二の舞だよ、ノーラさん。これ助けないとね、話進まないからね。話終わっちゃうからね、そもそも。盗まれた槍は本物なのか。何か手がかりは、親方が残していったものが2つある。赤サンゴのピアスとジャッカルという言葉。まあ一人よりは一緒の方がいいでしょうと。よろしくね。ノーラもね、槍使いだけどね。結局トーマスも槍使わせるからね、まあ、さすがにばらけさせたいよね、使う武器は。で一応ちょっとここ覗こう。ブロードソードツバイハンター、あ、騎士があるんだっけ。ピドナジュエルはいらない今のところ。トーマスが左に行くんで左に行きましょう。多分あのバーチャルコンソール版でやってた時とそうルート変わんないと思う、やってく順番とか。ルート B 比に追われた人々が数多く逃げ込んでいる旧市街。なんだね君は。ミカエル様、なぜここへ。悪いが後をつけさせてもらったんだ。安心してください、シャルさん、私の仲間です。ミューズ様にロアーヌでの事件の話をしていたところ。ミューズ様をどうしようか、入れようか入れないか、まあ、前回ね完全に女性パーティーだったからそこもねちょっと変えていきたいとは思いますけど。ミッチ、ゴンはどうした。知らない。魔王殿は盗賊やお尋ね者、モンスターのストカしている。帰れよこいつなんでこんな奥まで行くの。え、シャールっているんだっけ。まあ、いい、使わないけどね。パッと見強いね、シャール。でも腕力がうんこだった気がする。腕力5とかだったら。サラでさえ腕力17あんのに。てかサラより腕力ねえんだ、ミカエルって。サラって結構強い。いや強いってそういう意味じゃなくて、結構腕力あるの。まあ、ノーラはさすがに23ある、まあ、シャールはとりあえずほっといて、じゃあこのパーティーで行きますか。とりあえずはね、ユリアンはもう装備させた。でサラはカリウドの弓よりは長弓の方が強いのか。持ってくればよかったな。まあいいや。ノーラ、トーマス、トーマスにアーメントゥームを装備させましょう。騎士鎧、フルフェイス、ブーツ、ちょっと待って外してた、ブーツ、ガントレットで、ユリアンにこのベストを装備させよう。でノーラも、ノーラハンマー使っていくか。じゃあちょっと最後まで使っていくかどうかは分かんないけど、騎士、あ、武闘技装備してんじゃん。革ブーツ、フルフェイス、サラ、じゃあ鎧を装備させよう。騎士鎧、フルフェイス、モンスターはまあなるべく倒しながら進んでいきます。最初だし何も戦闘してねえし、まだちょっと死んだら嫌なんで、ここでセーブしていきますか。では乗り込みましょう。あ、陣形決めてねえや。でエストック、白銀、カリウド、バトルハンマー、アーメンツ。陣形って何持ってんの。剣体験レベルアップ。お、いいねいいね、どんどん上がっていく。陣形を決めよう。みんなが好き勝手戦う陣形とかウケんな。補欠陣、あ、やっぱ補欠陣が安定ではあるよね。スピード、お、こういうの出るんだ、スピードめっちゃ下がるよみたいな。でもね防御形態になるかな。最初はでもまあ補欠陣じゃなくていいか。
術の増幅、ワールウィンド。ワールウィンドってどういう感じ？あ、みんなスピードが上がるよっていう。デザートランスは？まあ、一人が盾か。ハンターシフト。ハンターシフトってのスピードが下がる。え、ワールウィンドでよくねえじゃん。で、サラはなんとなく後ろの下にとこう。よし、これでいこう。で、このゴブリンも抹殺する。結局ゴブリン一体か。武器が強いからそこで肩がつくな。結局ゴブリン一体しか出てこない。いや、サラはやっぱり弱い。まあ、そもそも武器が弱いっていうのがあるから。あれ、これさ、振らなくてもさレベル上がるんだ。ユリアン攻撃してないよね、だって。あれ、もう一匹ゴブリンいた気がするんだけど。怪物は全て倒す。だって下の方の敵って結構強かったよね。一応全員スルーはできるけどさ、全員スルーしていって倒せるほど甘くはないと思うんだけど。脳天割り寝た。頭やられたんだな。ユリエンが結構上がっていくな。まあ、シノン組ってそんなに強くないからね、最初は。それ考えると初期ステータスで強いのは、まあ、やっぱりカタリナ、ハリーとミカエル、ここら辺だと思う。でサラとモニカがやっぱり弱いっていう、部類的には。でユリアン、トーマス、エレンあたりが普通、そんな感じかな、多分ね。勝手な俺の印象だけど。うわ、かなりのダメージを食らった。で一番最初やるときは、まあ、サラはね絶対避けた方がいいでしょ。宝箱とか完全にないんだっけ。でモニカもやっぱりちょっと弱いから、まあ、一番初めにやるべき主人公ではない。でカタリナは他のキャラだともうそもそも仲間にならないから、カタリナ使うんだったらやっぱりカタリナ。バーチャルコンソール版ではねやっぱカタリナでやったんで、まあ、カタリナそもそもね本人が強いし。あ、なんか覚えた。影縫い、まあ、最初の子だから大したもん覚えないよ。影縫いってダメージ当たらないんだ。雲強えな。どんどん上がってくね、ユリアン。ヒットポイントって全開するんだっけ。なんかもう作品によって違うから分かんねえや。でミカエルはねやっぱり最初からいろんなの持ってるから戦力がいきなり強化できるっていうところがいい。割と初心者向けのキャラだとは思います。てかミカエルは本当に初心者向けだと思う。ちょっとあとでね政治とかもできれば、まあ、そっちも見ながら、まあ、解説というか説明していきたいと思いますけど。誰使おっかな。本当にこれはもう全然決めてない。最終メンバー的なやつ。強キャラ、最初は強キャラで揃えて、まあ、2周目モニカでやってみたいな感じでやっていこうかな。じゃあ下に降りていきますか。敵は倒しながら二段切りあたりをちょっと覚えてほしいね、ユニアン。ダメージを食らわないのかよ。ミカエルあたりがやっぱ早いね。でミカエル自体はね、あの最終的にはそんなに強くはね、強いっていう部類にはならないんで、ミカエル以外の主人公で始めた時にミカエルって実は結構仲間にする大変なんですよ。大変な割に仲間にする価値はあるかって言われたらあんまりない。そんなキャラクターではある。まあ、でもね最終的にはさ好きなキャラクターでやっていけばいいと思うよ。セルフバリューやべえ食らう。
技の攻略なんかあるんだっけ。宝は完全に取り尽くされてるよね、上の方は。だってサラってさ、仲間にしててもさ、あいた、あいつあそこにいたんだっけ。要はこれで帰るかどうかだよね。勝手に帰るんだっけ。もっと下まで降りていきたいんだけど。指輪のイベントまではちょっと進めていきたいな。いや、ファイヤーボール強えわ。やばい、死んだ。ユリアンが死んでしまった。そして地層が火になったって言っても大した影響はないけど。あ、サラ一発でしょ、なこれ。多分生きてた。これ死んだ人ってパラメーター上がるんだっけ。あ、上がんない、やっぱり死んだまんまだ。どの敵が最初の方強かったかとか覚えてねえな。こいつ強い。ってかミスるな。槍、白銀の剣さ、思ったほどの火力が出ない。なんか100くらい与えられるかなって思ったけど、そんなに強くなかったわ。やっぱユリアン自体がまだ強くないからかな。いやでもまあ絵は綺麗だよね。ほんと普通にさ、なんか 2D でいい RPG を出してもらいたいものだけど。セルフバーニング厄介だよな。遠距離用の攻撃なんて今持ってねえし。ちなみにあのバーチャルコンソール版やってた時、そのどういう俺発言してたか全く覚えてないんで、同じこと言ってるかもしんないけど、ツッコミどころとか、ほら結局同じ人がやってるからさ、同じような感想を持つんで、同じツッコミしてたらなんかすいません。てか視聴者さんの中でこの2つとも覚えてる人いるのかな。ミッチはいた。ミーズ様のところで待ってるよ。お前は立派だったぞゴン。優しい皇帝だ。やはりミカエル、お前はできた人間だ。このままゴンを連れて戻るかどうするか。お、なんか思った、デタラメ屋か。結構強えぞ。てか長い弓持ってこようかな。しよう、一回出ますか。じゃあ外に出て一回長弓を持ってきて、また魔王殿の奥まで進んでいきたいと思います。ゴンを助けることができた、かたじけない。じゃあな。まあ何もお礼はくんないよね。お礼をくれることができるような人たちじゃないかな。ちょっと一回寝とこう。寝られないやつが一人いる。じゃあここで長弓を出して、もういいよね、傷薬ここくらい持っとこう。でサラの武器をカリウドから、だってカリウド7でしょ。で長弓は15、全然攻撃力は違えんだけど。よし、じゃあこれでまたちょっと魔王殿いきます。じゃあまた目に見える敵は一応倒しながら、まあ、全部とは言わないけど。げ、なんか人がいなくなったからかな、陣形がフリーファイトに戻されてんだけど。あっつえ、サラ
だいぶ戦力になってる。てかトーマスのこのさミスり具合何なの。あでもユリアン強いね普通に。剣レベルとか結構上がってきたからかな。ようやく白銀の剣を使いこなしてきた。いて死んだ。この火の玉が普通に強いんだ。陣形をまたワールウィンドで、サダちゃんは後ろ。こいつは倒す。ちょっとこの火の玉から先行して倒していこう。デタラメは使おう。さら早い強い。しかもあ、そっか、技の攻略とかもどんどん使っていけばいいか。あーなんか強そうなのが出てくるようになったね。ここはまたデタラメや。けえ3人。しかも後ろの骸骨全然当たってねえし、まあ、バックを取ったってことはこのターンは攻撃されないか。なぎ払い。スタンとか関係ねえし。あ、またデタラメ使っちゃった。遠当て。弱っ。勝手は勝手な。通らないのか。打撃の方が良さそうだね。デタラメアの極意を習得した。よし、極意も習得しとかないといけないかな。でこれは今回このまま下へ行きましょう。スライムか。あ、ちょっとした中ボス的なのいなかったっけ。そういやこいつバックとかあったんだ。いや、お前上の助っ人を殴ってほしかったな。しかもスライム狙いか。あ、ただ助っ人そんなに強くねえわ。スライム一体結構ダメージを食らうね、まあ、全開するゲームだからね。ここはしょうがないか。微調整が難しい。歩きのゼロ。むしろ通らない。打撃がこいつら関係なかったっけ。なんか関係ない気がしたな。関係ないけど倒しとく。やべ、ちょっと分かんなくなってきた地形が。おいいね、やっぱりスケルトンは打撃が通る。こいつらは斬撃の方がいいからね。ちょ、相手にするか。まず取り、ゲッ3匹いた。取り巻きあったら倒す。
痛い。あ、スタンはしなかった。技の攻略結構入るな。え、どんだけいるのゴブリン。一発で倒せるようになりたいよね、ゴブリンくらいは。ファイヤーボールが普通に強い。通らなすぎるでしょう。ちょっとノーラだけスケルトンに狙いを定めよう。殴れ殴れ殴れ。いいね。敵が多い、マジで。長弓は持ってきてよかったね。やっぱ攻撃力がだいぶ違う。バトルハンマーも強いのかな。そこそこ火力出るよね、初期武器にしては。ユリアンとかさ、トーマスとかはもう武器を変えてるからさ、そりゃ火力高いけど、ノーラは何にも変えてないからね。ノーラ自体がやっぱり腕力高いから、ちょっとコンボとバトルハンマーだったらさすがに。てかバトルハンマー弱え、8だ。コンボは15。こっちが全然強いんだけど。バトルハンマー弱かった。でもコンボ手に入れてラッキーだったな。またこれで火力が上がった。殴るか、殴らない。いや、まだ倒せない。これも倒せないでしょ。倒した。よし、ちょっとこいつ行きましょう。あー、強そうではある。どうしよう、スネークショット使おうかな。剣と槍が何もない。脳天割り。いや、回転劇の方が強い。でたらめ。いや、影縫いやっとく？麻痺さすとこ、下のやつを。ナイスガード。けー、48目あるのかよ。よし、麻痺した。今のうちに、スネークショットって見たやけ。強っ！回転劇。めっちゃ強い。霞二段。あ、二段切りじゃなくて霞二段だっけ？二段切りあったっけ？なんかわかんねえや。ちょっと。攻撃でいいや。霞弾を使おう。攻撃カードヒット、いって180とか強え。やはり強い。技使っていくか。スネークショットだな。霞弾、回転劇。こいつ今更だけど影抜い効く。聞いた。だいぶ役立ってんな。回転劇の極意を取得した。てかね、こいつ倒す必要ないんだよね。そう、今更だけど。ただちょっと強いから倒しただけっていう。こういう部屋とかってなんもなかった気がするんだけどな。見ていきますか。一個一個部屋入っちゃうと敵復活するからね。上とか、あれ、そういえばさ、死の言葉みたいなのがどっかにあったよね。あれを見ていきたい。お、なんか覚えた。失礼剣か。そこそこだ。
これは違う、ここじゃない。どこだかもう忘れて、もっと下だっけ。復活してるスライムくん。下の方へ降りていこう。じゃあうわ強そう、こいつは強いでしょう。ちょっと失礼剣使って回転劇も使っていこう。影縫い、困った時の影縫い。あっちへ170。これ反撃買って死ぬぞ。石突きセリフ前に言って1回だけ。じゃああとは攻撃していこう。麻痺ってるうちに。上がるね、めっちゃ上がるんだけど。ヘビにスネークショットってどうなの。普通にノーラ強えわ。さすがに一人で親方の敵を取りに行こうとしただけある。コンボを手に入れたからね。コンボとかさ、なんかドラクエとかだとちょっと弱い感じがするけど結構役立つ今のところ。え、このヘビ強い。普通にヘビ甲、ヘビ甲も結構役立つよね。この辺なんもなかったと思うんだよな。いいね、やっぱ盾使えるのはいいよな。盾じゃないと盾が使えないからね。槍がね、両手っていうのがちょっと微妙なところではあるけど。発動率もだいぶ高いからね。行けんだよね。行かないけど。あ、なんだ、強そうなやつが出てきた。またこれ敵の名前って出なかったっけ。あ、出てる。亡霊シャドウボルト。魔王伝攻略するだけでだいぶ強くなるね。てかこっち側ってさ、何もなかったっけ。そもそも右側行かなきゃいけなかったっけ。なんかただの近道だと思ってたけど違う、あっち行かなきゃいけないんだ。高尾君何も入ってないからね。じゃあ行きますか、こっちへ。で、あいつなんだ、ちょっと怖い。戦おう、せっかくだ。ちょっと待って待って、あったこいつ。ここだと敵の名前の表示が出ない。うわっ強っ、風車。あ、反撃した。ちょ待って、強すぎないか。600で死なないの。ちょ待って、ユリアンが焼かれる。ちょ待って待って待って、マジで待って。撤退撤退撤退。
逃げよう。うわ、一回画面を変えて。え、こいつまだいんの？ちょ待って、後ろから来んのかよ。体勢を立て直す。変わってねえじゃん、あれが。ってことはマップが切り替わってないってことか。これ一番下まで行って大丈夫か、本当にこの状態で。あいつ倒せないのが痛えな。このメンツでやっぱ倒せないのがきつい。いやいや、待って待って、ほんとやだあいつ。何なの、うわっ、ちょっと待って、焦った。ここまで来たか。下に降りる。あ、この宝箱だっけ。死がなんちゃらかんちゃらみたいな、死をたたえよみたいなやつ。体の何か書いてある。死をたたえよ、死は幸いなり、いざ幸いの知恵。これとあと指輪をだけはやっときたいよね。ここまで来たから。あとそのワープゾーンを守っているさ、敵をさ倒せるかどうかって言ったらさ、なんかあいつら結構強いからね。で結構複数で出てくるから、一応ミカエルかスネークショットで、縦1列だっけスネークショット。最悪歩いて帰るけどしょうがない。ワープゾーンを開通しておくとだいぶ楽になるからな。よし、レベルがめっちゃ上がってる。サラ早えな、ミスるけど。いや、やっぱりお金貯めてさ、一回武器と防具だけは揃えちゃうか。武器変わるだけで全然ダメージ違うからね。あと技ってまだ大丈夫だよね。ユリアンとかなんか結構多くなってきたけど、満タンになると覚えられないから封印しないといけない。ただ封印した技はね、極意がないと再取得がちょっとまたできないから。あ、全然余裕だった。みんな全然余裕だ。さて、ここまで到達した。どうする、ちょっと一回セーブしよう。下から行こう。こいつさっき非セーブしたけど、ちょっともう一回セーブしてこいつに挑む。出たスネークショット。ここはもうみんなガチでいく。いや、風車どうしよっかな。うわで、タラビアが使えない。巻きつき153とか。てか早い、こいつらワールウィンドより早く動くのか。絶望的だな。これで倒せなかったら絶望的。ダメだ、勝てる気がしねえんだけど。ヘビ女さよなら。戦略的撤退、これはしょうがない。指輪をだけやっていくか。歩いて帰ろう。うん、なんだなんだなんだ、ちょ待って待って、逃げちったよ。カーソルが記憶されてるから。今度音も引き連れて出てきた。お、なんか覚えた。イドブレイク、こんなんだったっけ、イドブレイクって。ピラニアみたいなの何、なんか登場の仕方が
違ったけど大して強くない。ほらほらほら、なんか下からやってくる。超音波つえ。ストーンスキンってなんか徐々に石化みたいなやつだっけ。このターンで倒せばなんてことはない。術師さあ外へ出て、この先、ここを敵が出てくるんだよね、いっぱい後ろに隠れてるやつら。こいつもあれが効きそうだな。打撃、回転撃使っちゃおう。お、また覚えた、ピストチェイサー結構いいね、強い。あ、やばい、凝視。逃げようかな。ちょ、これまずいよね。退散しよう。困ったら退却、体勢を立て直す。これは決して逃げではないっていうか、対立乱せた。全力でいこう。くちばし全押し押し押し。こいつは弱い、超音波強えだけど。スネークショット、これでまず前衛を倒す。倒せねえ、勝って。霞二段使っていくか。いや強いさ、槍がないんだけど、攻撃がいって。みんな超音波だらけだな。音波発生しすぎでしょ。いや勝って、こっち逃げよ。てかユリアのさ LP やばくない？そうそう、5、まだ5か。じゃこれ無理だよ。スルー技術、こいつら強え。このさあ、精霊石とかあったね。最悪使っていくか。あの蛇女さ、精霊石連発すればなんとかならない。陣形乱されたけど、こいつは一人だからチャンスだ。倒していく、回転撃も使う。無駄、ゼロ。だったんね。62、めちゃ回復されるな。アクセルスナイパー、あ、もうユリアも無理だ。ほら62、回復が変わんねえ。ノーラ殺された、やべえぞ。ゲスターンした。フラッシュアロー、フラッシュアローはねミスしないんだよ。サラはなんかめっちゃ覚えるんだけど技を。持ち物の技の公約使おう。全員じゃない、ヘビ子みんな技ポイントねえな。ノーラ、こいつら普通のなんか雑魚っぽいな。ララバイとか寝るんじゃんこれ。全員寝たんだけどどうなってんのよ。どうにもならん。早く起きろ、早く起きて撤退しよう。もう早々に、今ならまだ全然軽傷だからな。さて指輪を、これやったんで、ちょっともう一回蛇女に挑もう。
というわけで、ちょっとこいつとリベンジしましょう。で、使えるものは全部使っていく。まず精霊石で、一応火星の砂、まあ、1体だけどちょっと使ってみようで、こいつも火星の砂、あ、ちょっと待って待って、火星の砂の前にこいつは火星の砂と精霊石あるから精霊石を使うで、火星の砂で、サラちゃんはフラッシュアローがあるんで、これで全体の攻撃をしていく。これでいこう。フラッシュアロー先手取れるんで、しかも悪くない悪くない。ダークミスれ300とか鬼だな。死んだ。これに耐えなきゃいけないの精霊石。あんまり強くねえわ。思ってたより強くない。火星の砂200か、微妙だな。でユリアのもう LP がなさすぎる。スネークショット、一応死ぬまで戦うか。じゃあフラッシュアロー、フラッシュアロー先手取れねえし、そういう技ではなかったか。ただ単にサラが速いだけ。ダメだ、勝てる気がしない。だってミカエルはもう麻痺ってるからね。いやもう絶対勝ち目ないわ、勝ち目ないから退却しよう。というわけで、じゃあちょっと魔王殿は自力で歩いて帰ります。まあそんなわけで、次回はじゃあその続きからやっていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。